はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、白血病や悪性リンパ腫といったね、血液のがんになるとですね、まあ、抗がん剤治療をするんですけども、その副作用でですね、味覚障害になることがねあります。まあ、その名の通りなんですけども、その味覚に障害が出てくるということなので、単純に味が分からなくなるんですよ。まあ、甘いものが甘く感じなかったりとか、辛いものが辛く感じなかったりとか、まあ、酸っぱいものも酸っぱくないし、などなどね、その味覚がおかしくなるんですわ。そんな抗がん剤でね、悩んでるその笠井アナウンサーなんですかね、先日のブログでですね、嬉しいことにここ2、3日味覚が戻ってきましたと言ってましたね。まあ、他にもね、こんなこと言ってました。病院のコンビニで売ってる一番酸っぱいレモンドリンクが好きなのですが、抗がん剤の影響で酸っぱさを感じなくなった時にはちょっとショックでした。あんなに酸っぱいのに甘い水のような感じ、それが今では酸っぱと感じることができるんです。抗がん剤の影響を受けると、私の場合は口の中が甘くなるので甘いものは食べたくなくなります。それが最近はチョコレートも美味しく味わえるんです。妻に買ってきてもらった吉野家の牛丼もとっても美味しかったです。という感じでね、まあ、回復してくるとね、何でも美味しく感じるので、すごい幸福感があります。まあ、当時ね、僕がまだその骨髄移植をすることが決まる前の頃はなんですけどもね、まあ、美味しかったものがね、まずく感じるのがね、めっちゃ嫌でした。まあ、味はわかるんですけども、いや、こんな味じゃなかったなー的なね感じで、もうそれがね嫌いになってしまったりとか、まあ、一番ショックだったのがね、麦茶が苦くなって嫌いになりましたね。あとは焼きそば、UFO もね、味がしなかったし、コンソメパンチも味がしなかったし、まあ、辛いものはね、もともと嫌いやったので食べなかったですけど、甘いものが甘く感じなくなってしまったので、まあ、それもショックでしたね。まあ、今はね、逆に何の味も感じたくないほどになってしまいましたけどね、まあ、当時から唯一ですけども、まあ、味を感じ続けてたのはカップヌードルでした。ベーシックの一番赤い字で書いてるやつね、一番チキン味っていうんですかね、あれの味はね、骨髄移植をした後の味覚障害でもね、結構味を感じることがねできてました。しかしね、当時はね、夏やったのでカップ麺はね暑いでしょう。猫舌やしね、そのなんていうんですか、洗濯肢にはね入れてませんでしたね。まあ、だからね、汁気のない食材として思ってですね、その焼きそばを選んでたんですけども、まあ、その味をね、感じることがね、できなかったのでね、まあ、悔しかったですね。同じ日清なのにね、何が違うんでしょうかね、ちょっと僕にはわからないですけども、まあ、今はそのカップヌードルすらね、勘弁してほしいですけども、こう味が濃いとね、濃く感じるとね、すごい痛いんですよね。ほっぺたも痛いし、舌もね、全体的に、キュッとこうなんか修練される感じっていうんですかね、こう修練ってね、こうキュッと縮こまるっていうイメージを持ってもらったらいいと思うんですよ。そんな感じで、痛いんですよ。まあ、痛くなかったら何でも食べれるんですけどね。いや、でもね、食べれるようになっても、まあ、元の食生活に戻すとね、今度は血液の数値が爆上げしそうになるので、それはそれで困りますし、まあ、体重もね、増えてしまって血圧も上がるから、ダメですね。まあ今このね、味付けをしないという野菜中心の生活がですよ、やっと慣れてきているので、まあ、体のためにね、まあ、このまま続けていきたいですね。まあ、野菜を茹でるだけでも結構ね、美味しいんですよ。肉を茹でるだけでもね、肉の旨味がね、あるんですよ。結構肉もね、こう噛めば噛むほどというか、まあ、今はね、歯がボロボロなんで噛めないですけども、こう肉のうまみっていうんですか、肉を噛んでいくとですね、こうじわっと出てくるね、味風味があるんですよ。それに気づいた時にね、あ、お肉ってこんなに美味しいんやーってね思いましたね。
まあ、でも肉はねタンパク質が硬くなるのですごい歯に詰まるんです。すっごい詰まりますよ。あの爪楊枝でも歯間ブラシも取れへんぐらいのねあの硬さになるんですよ。結構ね嫌ですね。まあでもね肉茹でるだけやったら油余分な油がね出てくるんですよ茹で汁の中にね。でそれでこうあのおでんの時にねあの牛すじを作る時に茹でてお湯切ってまた茹でてお湯切って茹でてお湯切ってっていう風にするじゃないですか。何回も繰り返すでしょ。あれをやると油が出るじゃないですか。あの要領なんですよ。普通の肉も茹でる、いらん油捨てる、もう一回茹でる、でまたねいらん油捨てたら、いやいらんお湯捨てたら油も切れるっていう風な感じでこうできるでしょ。それでやっていくんですよ。まあ多少2回さ何回か繰り返したら柔らかくなるっちゃ柔らかくなるんですけども、まあ、そこまでねしても僕の口には痛い、詰まるという感じなんで結局ブレンダーでブーンとこう潰してしまうんですけどもね。まあでも皆さんはねとてもじゃないですけど食べられへんと思いますけどね。でももしですよ皆さんの中で味覚障害に悩んでる方とかもうなんか味付けしんどいなっていう方は味付けにこう左右されてしまう方っていうのはですねむしろこの味付けをしない食生活をというか食事をね一回だけでも試してください。まあ結構おすすめです。美味しいですよ。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこのチャンネルこの動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。